会計をちゃんとやらなきゃいけないわけですよ。あ、はいはいはい。裏金なんか絶対作れないわけですよ。当然ですけど。はい、はい。ですよね。だって NHK はさ、上場してないから裏金作れるんですよ。そうですね。上場してないのと、あの、法人税を納めなくていいから裏金作れるんですよ。え、どういうことですか？ NHK とか法人税を納めなくていいので。あ、そうなんですか？そうなんですよ。もう、だからこれね、うち、ま、ちょっと話若干するかもしれないですけど、やっと総務委員会のポスト取ったんですよ。はい。今まで総務委員会のポスト取ってないと NHK に聞けないんですよ。国会で。ガラシが入ったことによって今回ちょっと実は総務委員会のポスト取ったんで。あれって何、人数割で取れるんですか？あのね、僕と岩田良美先生がいたんで、うん、2人の会派で一応取れる可能性はあったんですけど、うん、3年前は NHK が結構回ったっていう噂があって、大会派が先に抑えちゃうんですよ。うん、と総務委員会のポストがもともとなかったんですよね。で、今回 NHK がそれを多分しなかったのか、なぜか2つ空いてたんですよ。うんうんうん、で、ガーシーと浜田くんがもう取ったので、なんと一人じゃなくて、いきなり二つ総務委員会のポスト取ったんで、うん、37分間質問できるようになったんですけどね、うん。多くの人は驚くのは、NHK は法人税を払わなくていいっていうのは驚きでしょ。驚きですね。意外と驚きですね。いや、驚きですよ。これ賢い人と驚くんですよ。で、法人税を払わなくていいっていうことは、うん、税務署のチェック基本入らないですよ。で、入らないんですよ。で、NHK は過去に消費税のその脱税とかで結構実はやられてて、ただ NHK の経理要員職員の中にも全く法人税の感覚がないから、そのいわゆる債権の額を弾き出すことすら知らないんですよ。いわゆる未収金っていうのがあるじゃん、あるじゃないですか。いわゆるお金はもらえるけど支払いは2ヶ月後ねみたいな、うん、ある逆に言えば不良債権って言ってお金もらえる権利はあるけど、もう相手が回収できない、回収できないとか、回収能力がないと、税務署に認めてもらって初めてその分の利益は法人税の対象から外されるとかがあるじゃないですか。あ、はいはいはい、でも NHK ってそれを払ってないから、あ、だって受信料 80% 払ってますっていうことは 20% 払ってないわけでしょ、うん、でもこの 20% の人は債権としてあげなきゃいけないんですよ。ああ、なるほどね。当然そうですよね。20% したテレビがあるのに払ってないんだから、うん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 、それは未収金として計上して税金を納めなきゃいけないんですけど、税金払わなくていいから、そのシステム自体がない。なるほど。NHK ってだからもう裏金作りたい方だったら、まあ、堀さんおっしゃる通り、うん、上場してない以上に税務署のチェックが入らないですよ。で、その代わり会計検査員が入るんですけど、うん、この会計検査員がもう全然まともな検査する能力がないから。ああ、そうなんだ。そうですよ。だからもう僕は会計検査が全部悪いと思います。ある意味。ああ、なるほど。あいつらがちゃんと言えばいいでしょ。だって 20% 回収してこいよって言えばいいわけですよ。あいつら言ったら結構むちゃくちゃな話だ。東洋コインなんて会計検査員が言ったんですよ。なんで 5% しか契約しないんですか。これ 100% やるべきでしょって言ったら、うん、もう分かりましたって NHK 裁判したら買って19億円払えってなってるわけです。へー。だから残りの 20% に対しても会計検査員は裁判しろって言えば、20% 入ってくると払ってる 80% の人は 20% 安くなるわけですよ。なるほどね。分担金だから。うん、だからそういうことについて、まあ、今回ちょっと国会で攻めようと思ってるんですけど、ちょっとまあ電通からそれましたけど。へー。まあでも、チェックが、だから会計検査員ってあれでしたっけ、あの、議会が。会計検査員っていうのは、国と独立したもので、一応認証官で天皇陛下が3人、上、トップ3人を認証するような制度で、多分内閣が指名するんじゃないかな。確か。ごめんなさい、今直ちに。会計検査員ってでも行政組織なんですよね、一応、ね。行政組織。独立した行政機関ですよね。なるほど、なるほど。だから国の会計をチェックするところで、地方自治体とか違うんですよ。うん、で国の会計の中ではないんだけども、NHK だけ特別に会計検査院で会計検査院の検査を受けるっていう法律になる。なるほど、なるほど。じゃないとどこも検査しないからね。そう、だから、その NHK については会計検査院が一番チェックをしなきゃいけないし、NHK の経理局は税務署のことなんて一切気にしないですよ。すべて会見会見って会計検査院のチェックをどのようにくぐり抜けるかのことしか考えてないですよ。本来は会計検査院がもっとちゃんと検査機能を発揮すれば、もっと関連会社のこととかでもいくらでも不正をしているのを出すことができるけども、さっき言ったように NHK と会計検査院どっちが強いですかって言ったら絶対 NHK なんですよ。メディア持ってるから。で、民放の方は電通が仕切ってるから、だから NHK っていうのはそういう意味じゃやっぱり強い。
と思う。会計検査院がその、組織的には全然上なんですけど、NHK の不正経理を未だ会計検査院もお茶を濁し続けてるっていう状態。なるほど、なるほど。っていうことで、その、だから NHK は裏金を作りやすかったし、はい、電通も、上場してない会社ってやっぱザルに、ね、まあまあそれはそうですよね。税金さえ払ってれば、税金さえ払ってれば、その割とザルというか。そうですね。株主から文句言われませんからね。そうそうそう。はい、で、株主はほら、共同通信と時事通信、はい。そうですね。いわゆるその一般の人じゃないので。うん、だから時事通信なんか電通上場したから自社ビル立ちちゃったんですから。あれ、だから横に立ってるんですか多分。あ、なるほどね。時事通信も、やっぱ共同通信に比べたら全然弱いじゃないですか。あ、そうですね。時事通信、うん。だから全然ダメだって言われてたんだけど、はい、電通が上場しちゃって株をその時に売り出したんで、あ、それでめっちゃ儲かったんですよ。あ、そこで資金を手に入れたんですね。そうなんです。あ、なるほど。僕そこら辺は詳しくないです。そうそうそう。で、電通はやっぱグローバル化急がなきゃっていうので、電通は上場しちゃったんだけど、はい、その、まあ、ある意味その電通のね、こう良さっていうか、はい、まあ、良さって言っていいのか分かんないですけど、グリグリやる、こう電通が、やっぱちょっと、グリグリな、クリーンなというか、あんまグリグリできなくなったんじゃないかな、あの時に多分。なるほどね。でも、いや、だからもう、業界の人たちはもちろん、よく上場できたな、電通がって、みんな言ってましたよ、あの頃。